宇宙人狼アマングアス。最初に1分ほどのゲーム説明を入れてますので、本編から見たい方は1分ちょい飛ばしてください。これは宇宙を舞台にした人狼ゲームです。プレイヤーは船員村人役であるクルーメイトと偽物人狼役であるインポスターに分かれます。クルー側はインポスターに殺されないよう警戒しながら、それぞれに課せられたタスクをこなしていきます。インポスターはタスクを進めにくくするために停電などの妨害工作を仕掛けながら、こっそりクルーメイトを殺害していきます。マップにはインポスターにしか使えない通気口ベントがあって、インポスターはマップ内をショートカット移動できたりします。クルーメイトが死体を発見したり議論ボタンを押すと議論開始。この時だけボイスチャットをつないで議論をします。そこで怪しい人を見つけて宇宙船から追放するという流れになっています。クルーメイト側は全てのタスクをこなすか、全てのインポスターを追放できれば勝ち。インポスター側は自分たちと同じ数までクルーメイトを減らすことができれば勝ち。人狼ゲームと同じです。今回のルールは8人中2人がインポスターで、投票で追放した人がインポスターかどうかはわからない設定です。議論ボタンは1人1回まで押せます。それではゲームの方をどうぞ。お願いします。お願いします。僕がインポスターになったら魔王を先に殺します。おいおいおいもう魔王が死んだら俺がインポスターだよ。それでいい。俺は魔王を殺す。でもクルーメイトでした、残念ながらね。これやってていいかな。俺栄光さんインポスターだとどうしよう。あ、待って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 。で、ちょっとこっち側、O2側行こう。あ、やってるわ、誰か。うんうん。ショッコー。はいはい、これやるか。アップロード。ショッコーと誰だ、今いたの。右下。富士、イグザム。なんかいっぱいおるな。いっぱいおるな、ここは。この部屋いっぱいおりまする。めちゃめちゃおるな。O2 に一人いる。あ、でも、まあ、消えたな、ちゃんと。とりあえずこれやろう。オッケー。で、エレクトリカル西通り。おい、エレクトリカルメッドベイって飛んでるぞ。あれちょっと。おい、エレクトリカルメッドベイって飛んでるぞ。あれちょっと。あれ見に行こう。ちょっと待って。ベント使いまくってるやつおる。ちょっとあれ見に行こう。あれ見に行こう。ちょっと待って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 。エレクトリカルメッドベイセキュリティーズ。ちょっと待って。どこだ。トワポン、これトワポンやろ、絶対これ。トワポンやと思う。トワポンやと思う。トワポンでしょ、これ、絶対。トワポンでしょ。初ボタン押し。あ、え、はい。あ、マオさん。あ、あれ。死んでる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 。なんで？な。場所はわからないということですかね、これ。あ、わかりません。そうですね、僕が真ん中のボタンを押しましたので、場所はわかりません。マオさんの最終目撃情報を募りたい。あれ？あのさ、今の O2 タスク、緊急タスク、あ、富士です。はい。アドミンにいたのって、俺とフルコンさんとマリオさん。うん、あれ、マオ君っていたっけ？いなかった。見てない。あ、ごめん、じゃあ違うわ。うん、いた気がした。まずマオの話からかな。マオは見てないっすね。じゃあ、わかんないな。俺、マオ見たよ。見てない。で、寺蔵さん、マオさんがの死体を発見したんですか？いや、違います。僕はカフェテリアの真ん中のボタンを押したので、マオの死体がどこにあるかはわかりません。なんで押したんですか？ボタンをじゃあ。まあかなり時間が経っていたので押してみました。ああ、で生存確認みたいなやつですかね。ちなみに僕は直前まで O2 のパスワードを入力して、O2 が O2 の今警報が鳴り終わったのでカフェテリアに行ったので、死体を作ってからカフェテリアでボタンを押したっていうのは確率が低いとみんなには思ってますね。なるほどね。なるほど。そんなこと言って。僕と今一緒にいた人って誰ですか？栄光さん O2 にいましたよね、直前まで。 O2 もいましたけど、今ね、アドミンとかにいます、僕は。あ、移動したのかな。じゃあ入り口かな。寺蔵くんと僕は、O2 の
パスワード、右側の方でパスワード入力しましたね。僕アドミンでやってました。もう O2 側にいました、うん、アドミンじゃなくて、うん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 、マリオです。マオくんを目撃した気がします。どこでですね、はい、トレージから一緒に上に上がってって、僕はアドミンに入ってって、うんうん、で、マオくんはカフェテリアの方に抜けてったんですが、僕アドミンでタスクが2つあったので、それやってる間に O2 に行ったので、うんうん、タスク2つ分のラグがあるんです。それはエラーが鳴る前ですね。警報が鳴る前。前の話、はい。ウェポン側には来てないと思います。O2 にはでは見ませんでしたので。メットベイとかアッパーエンジンとか左の方に行ってる可能性があるんです、うん、そうそうそう、俺さっき結構警報なのちょっと前ですけれども、うん、セキュリティの方に行った時に一瞬見ましたよ、うん、セキュリティってどこでですね、ちょっと今の話の流れで、はい、マオの話じゃないんですけど、はい、僕アドミンをしばらく見てたら、はい、エレクトリカルセキュリティメットベイにポコッポコッポコって飛びまくってる顔があったんで、弁当で遊んでる、弁当ので遊んでるやつおるなと思って、エレクトリカルからぐーっと回っていったら、セキュリティにポツンとトワポンがいたんですよね、トワコが。ちょっと怪しいな、トワコが遊んでたんじゃないか。俺、セキュリティにずっといたよ。ずっといた。確かに。ずっと遊んでた。うん、緊急タスクの O2 とアドミンにいなかった人で、もう絞れるんじゃないの？うん、そうですね、まあ、そうこれはもう一回ボタンを押してもいいと思うので、誰か押せる方、僕押しますよ。じゃあ、はい、僕押します、はい、はいはい、お願いします。延長ってこと？できればトワコも疑われてる位置だから押してくれると助かる。おいおい、うん、そうですね、延長ですね。はいはい、一旦ミュートします。うん、誰が遊んでたのかやな。まあちょっと一旦ミュートミュート、フルコンさんミュートミュート。今のちょっと白っぽいあれになっちゃった。あ、まあ、リアクターにしろ、うん、あれ来ないぞ。ちょっと今のなんかメタ白っぽくなってしまって申し訳ない。やってもうたわ、うん、今僕どこいた？ロアエンジンとかの、うん、うん、今リアクターがブーブーなったので、みんなリアクターに集まってましたね。うん、うん、そうですね、リアクターいました、うん、リアクターにいましたね、うん、で、トワコがカフェテリアに残ってボタンを押してくれた。あ、そうそう、ボタン押してくれたから待ってた、うん、はいはい、で、さっきの緊急タスク、その1個前の O2 の緊急タスクの時にどっちの部屋にもいなかった人って誰ですか？言ってよ、誰か。みんなりました、ね。これもトワコさんとショコさんは、私は O2 でやってましたよ。さっき平さんと会ったんで。あ、なるほど。はい。うん、トーポンは？で、2回やったでしょ？うん。2回。最後の。最後の方は俺、でも俺最後アドミンのところで栄光さんとすれ違ったよ。アドミン、僕もアドミンいました。うん。すれ違った方はあります。俺セキュリティの俺セキュリティの方にいたから。ありますよ、うん。俺セキュリティの方にいたから向かったけど、とか思われてる可能性ありますよ。え、何？いや、トワコさん緑色見ましたか？アドミンで。俺、うん、俺声入ってます？あ、聞こえてます。はい、大丈夫です。大丈夫です。うん、緑色を栄光様見ましたっていうお話を。さっきのアドミンでですか？はい。はい。ま、ぶっちゃけ言うと覚えてないっていうのが一個ありますけど。はい。いや、さすがにね。僕も覚えてない。ちょっとぐちゅぐちゅしてたんで、でもね、4人ぐらいいたよね。いました、いました、うん、いましたよね。富士とフルコンと五月病マリオ、うん、はい、あー、さすが、うん、すごいいましたね。はい、これ寺蔵くんじゃないの？なんで？うん、O2にいたんだよ、これは。あ、ちょっとごめん。いや、それはそんなことはないと思うよ。あれ、さっきのさ、ボタンを押したのって寺蔵くんじゃなかった？うん、テラゾーそれはね。O2 のパスワードを入力して、うん、そのまままっすぐカフェテリアに行ったんで、僕 O2 のエラーが解除された直後にボタンを押してると思います。うんうん、ああ、なるほど、なるほど。うん、時系列合ってる。うん。うん、ここはダメだ。なんかみんないたって言うしな。ミスか。機体がどこにあるかわかんないけど、マリオさんだっけ？はい。魔王を最後に見たみたいな、うん、多分僕は見た記憶があったなと思って一生懸命絞り出したんですが、やっぱり左側かなという
ちょっとゲーム進めてみます？そうですね。まあそうですね。まだ、はい、まだ、うん、まあ真央にはかわいそうだけどまだ一人だけなんで、うんうん、はい、まあもしかしたら事故かもしれないし、そうです、ね、誰にもやられてないかもしれない。マオの仕事がある。マオは結構あの死にたがりなんで仕方ないです。ちょっと次はちょっと場所と人を覚えとかないとね、うん、そうですね、はい、お願いします、はい、ゲームだ、うん、頑張りましょう、頑張りましょう。とわこさんは弁当で遊んでたのか否か気になるけど。あと寺園君かな。これは俺はもうミュートしよう。早めのミュート、早めのミュート、ミュートお願いします、うん、はい、はい、ちょっとなんかあのメタシロっぽいことしちゃったのであんまり喋らないようにしました。今回はちょっと申し訳なさもあるのであんまりトワポン攻めをするのはやめるとして、でもねやっぱ怪しいと思うねんな。他にいなかったもんね。トワポンはちょっと注視したいな。よいしょ、よいしょ、うん、で、ここか、ショコがいて、あ、ちょっと待って、やったか、トワポン、ちょっと怖いな、テラゾーと3人で行きたい。これでもう、もう一人がテラゾーやったら俺はもう知らん、うん、それはもう知らん、うん、テラゾーとワコ、でもトワポンに俺殺されないとは思うけどね、この流れで、うん、俺殺したらさすがに怪しいもん。さあエレクトリカルやる人おるかな。栄光さん、栄光さん奥行った。栄光さん全然リアクターしに来てなかったけど、栄光さんはねリア競争的なところがあるから別にあの当然のようにリアクターに来てなかった可能性は全然あるから、な何も参考にはならない気もすんのよな、うん、どうやろうな。もう一人は全然見えないから、オキシジン、はい、まあ、酸素、酸素、酸素で僕右側行こうかな。じゃあヒラと、ヒラとここをやりに行きましての、ここやったらナビゲーションのタスクでもやりに行こうかな。テラゾーンも来た、オッケー、いないよ、は、はい、俺がやったで、ナビゲーションのタスクでもやり、あれやれない、よし、ぴょ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 っと、いったー、トワコにやられた、マジで、よくやったな。あ、ちか、目の前で、あら、おお、二人、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これは怪しんでほしいな。二人、うん、ちょっと待って、二人、うん、はい、僕がボタンを押しました。はい、はい、怪しんでほしいな。ですね、今僕あのタスクやりに。ナビゲーションの方に行ったんですね。はい、見てました。はい。はい、そしたらそこで、殺人現場見ました。おー。僕と栄光さんはカフェテリアからウェポンの方まで一緒にいたんですよね、確か。うん、見た見た見た。すれ違ったね。で、そう、テラゾー君が右から来たんだよね。うん、うん。一番、テラゾー君が、そのウェポンからカフェテリアの方に僕と栄光さんとすれ違ったんですよ。そうだね。あのね、一個いいですか？はい、僕見た殺人現場は、はい、あのね、お、2人いたんですよ。え、うん、そこにちゃんと見て、はい、ナビゲーションに2人いたんですね。はい、うん、なるほど。2人で1人を殺しました。うん、2人で1人を殺した。そんなルーチじゃない。え、それがね、ちょっと待ってね、2人で1人殺した。1人、うん、色をだから人狼は2人でいたんですよ。ああ、1人を囲い込んだと。そう、ダブルキルですね。なるほど。だからね、色で覚えようとしてたんですけど、緑と黒がいた気がするんですよ。来た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 、いいぞいいぞいいぞ。トワコさん、ザムさん、テラゾーさん、ヒラさん、この4人のうち2人、なんで、ちょっと待って、テラゾーは違うし、テラゾーと黒くない、緑と黒でした。範囲広いよ。なるほど。僕、ザムさんもね、ストレージですれ違ってたんで。絶対違います。絶対違います。僕、ナビゲーションは一度も行ってません。誰がですか？あ、エグザムです。僕、ナビゲーションは一回も行ってません。一番最後の緊急の時にアドミ終わった後、いいね、ストレージの方からエレクトリカルの方に向けたんで、それは怪しくて、それは怪しくて、入ってません、ナビゲーション。だとしたら、うん、じゃあトワコさん確定ですね、うん、行きましょうか、確定、確定、もう見ちゃったんだから、はい、富士は、うん、英子さんと一緒にナビゲーションに行った感じ。いや、行ってない。
俺は O2 の方に行って、栄光さんはナビゲーションを行ったんだ。うん、でもこれ、うん。俺は O2 を直した後、右に栄光さんが行くのは見てて、平もたっ確か右側に行ったっていうのは確認してるから、栄光さんが言ってることは本当なんじゃないかなと思う。うん、トワコも行ったかな、うん、僕は一応下の方に行ってましたね。はい。怪しい。いやーこれパカパカ弁当の経験もあるけどな、うん、弁当に移動してる可能性もあるんじゃないですかね。サムさん黄緑でしょ、はい、トワコさん緑、僕は明です、うんうん、なんかね濃いめだったな。あーじゃあ来た来た来た、もう目がついてたりしない、栄光さん分からなかった、嘘つけなさそうやからさ、トワコさんかもしれない。栄光さん行きましょう。トワコさん行きましょう。はい、信じてください。よく見てください、僕緑じゃないです。緑じゃないです。緑だよ。苦しいな。いやー、これはやったな。がっちり見ちゃったんですよ。ああ、まあ、これはね。なるほど。いいね。いいね、いいね。よし、一人いなくなったっしょ。ああ、これは絶対消えたよ。絶対消えたとかも絶対消えたんやけど。うん、いやー、素晴らしい。うん。まあでも、俺をやったっていうことがあんまりキーになってないのは寂しいけどな。フルコンさんがトワフォンさん、トワフォン疑ってたしねみたいな話題はゼロやったのが悲しいな。そこの線も出してくれよ。まあいいや、まあ、まあ栄光さん嘘つけなさそうやからな。栄光さんが必死に現場の目撃情報を話してるとほんまにしか思えへんからな。ただ必死にほんまに本気で話してるけれども、それが嘘の嘘っていうか、ただ単に間違ってる可能性もあるから、これが難しいよな、マジでな。これは難しいよな。まあいいや、おもろかったから。じゃあ、ちょっと平見守るか。どうなるやろうね、こっから。平藤、平藤。さあ、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 2人でそうなってんの結構危ないんじゃない？これクルダイムか？誰か殺した？もう。あ、もう死んでんじゃん。あれ？うん、マオ死んでる。俺クールタイムやな。ってことはすぐ死ぬぞ、フジ。ん？テラゾも死んでる。ん？あれ？テラゾ死んでて？あ、じゃあマオは死んでるわ。じゃあテラゾが死んでるんや。んで。テラゾが死んでの、はい、平フジ。栄光さんやった。なるほど。ナイスナイス。ヒラ、孤立。おイグザム、フジ、エイコー。イグザム、フジ、エイコー。さすが終わってるので。イグザム、フジ、エイコー、ゴマリ。イグザム、フジ、エイコー、ゴマリ。どうなるかな。ゴマリ、イグザム、フジ。んで、テラゾーこんなとこで死んだか。メドベイか。メドベイは見つからんよな。あのアドミンをしっかり見てたら見つかるかもしれんけど、うん、そうよな。ヒラがもう思いっきり単独行動してるから、あ、エイコーさんが死んでる。マジかよ。俺も決まったじゃん。え、だってマリオさんとイグザムさんずっと一緒にいたね。じゃあヒラだ、終わり。え、いやいや、フジフジフジ、これヒラリーで終わりだよ。でもさ、ちょっと待って、やったー。さあ、さっき緊急タスク起きたじゃん。その時にフジさ、すぐに行かなかったじゃん。当たり前だよ、お前がずっと俺をキルショットしてたんだもん。いや、してないしてない。え、違う、一緒にタスクやろうよって。違う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 、君は俺をずっと殺そうとしたんだけど、俺はあの監視カメラ誰か見てるのが分かったから、ずっと廊下にいたの。俺もチップなら誰かが見てるとこでやれよと。でもすぐ動かないのおかしくない？おかしくないおかしくない、うん、俺は君が怖かったから廊下で誰かに第三者に見てもらってる状態で殺されたと思った、うんうん、ああなるほどね。栄光さんと一緒にやってた廊下で、うん、あ、栄光さんカメラで見てんのにやんの、うん、ってずっと言ってた。え、ちなみに監視カメラ見てた人誰ですか？いや、僕じゃないです。あー、じゃあもう死んでるのかもしれない。多分栄光さんじゃないかな。栄光さんが今見てたとこは見たんで、うん、なるほど、うんうん、栄光さんストレージで見ました。はい、うん、まあでも、うん、まあ平さんっすよ、もう、これは無理やろな。え、あ、まあそうね、絶対2人いないもんね、もうこれ、うん、もう大体この3人で動いてて、集合した後、なんか結構長い時間一緒にいたから3人で。そうですね、うんうん、
黒く見えてしまうっていうか黒い。そうか、お前黒いしちゃったんだ。いやいやでも見た目だけ黒いんだよ。見た目、いやもう人狼でしょこれ。人狼の色してるもん。富士が怪しいと思います。富士が怪しいと思います。よく頑張った平。それは違うと思います。いいの負けちゃって。いいの負けちゃうよ。ねえ、いいのいいの負けちゃうよ。ねえ、苦しいな。うるせえなお前。ああ、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。東郷さん、東郷さんごめんなさい。いや、あのね、弁当遊びは事実なんですね。でもちょっと2人でやっぱり、ね、ダブルキル決めようと思ったらちょっと見られちゃったのがね。あれやっぱそうっすね。緑の栄光さんの情報がすごく大きくて、やっぱナビゲーションで怪しかった。そうですね、もうしっかり栄光さん見ちゃに見られちゃったのがもうこれ決め手でしたね。はい、ね、衝撃でしたよマジで。死体が目の前にゴロゴロ転がってて怖かったでしょうね。怖かった、ね、ちなみに平さん、はい、なんで僕があの防犯カメラで確認してるって分かったんですか。いやいや、それは知らないです。あの監視カメラが赤く光るんですよ。うん、はい、あ、そうなんですね、はい。でも誰が監視してるかはわからないんですけど、うんうん、まあちょっとね、なんか見られてるのはわかるんですよね、うん、はい、うん、そう。だから僕も富士山が2人廊下で映ってて、はい、キラさんがもし人狼だったら富士山を速攻やるだろうなと思ったけど、やらなかったから、あ、うん、あれおかしい、やっぱ見間違いかなとやっぱ思って。見られてるの分かるんですよ。なんでうかつに動けないんですよね。だから僕は自分が死ぬところを栄光さんに見てもらいたかったんですよ。なるほどなるほど。なるほどね、はい、変態芸術家みたいなこと言って。いやー、これちょっと停電とか使えばよかったな。申し訳ないっす。なかなか。いやー、すまねえ。すまない。なんとか、無駄リベンジ。無駄リベンジ達成。